はい、クイズ子供の食事っていうところでですね、今日はお伝えしていこうと思います。離乳食とかの話が少し終わって、今日はちょっともう少し大きくなってきた子供、そんな子供に対して親がどんなことをしてあげるといいのかなっていうところをクイズを踏まえてですね、適当に4問ぐらい作ってみましたので、クイズ形式でお伝えしていこうと思います。1問目、手づかみはダメ。手づかみで赤ちゃんだったりとか子供が食べていくのはダメですかっていうところですね。丸か×かでお答えください。手づかみダメだと思う人は、丸、手づかみも OK だなって方は×ですね。答えは×です。手づかみ OK だと思ってください。子供のちっちゃい時とかは、まず食事の楽しさだったりとか、食べ物の美味しさってことをまずは理解する時期だったりもします。食べることによってその食べ物が安全なのかどうかとか、どんな形状をしていてどんな硬さでってことも赤ちゃんは、認識していきますので、手づかみでも OK だと思ってください。それ1問目ですね。こぼしたら叱る。2問目、こぼしたら叱る。やっぱり汚い、マナーがなってないで叱った方がいいなっていう方は、まあ、ぐちゃぐちゃでもいいじゃないかっていう方は×してください。答えは×です。さっきも言ったように食事の楽しさだったりとか、いろいろこぼすことによって学ぶことっていうのもあります。結構根気がいると思いますが、叱らないこと、子供の教育では叱らないことですね。前命を粗末にしようとしたりとかっていうことをした時はきつく叱ってあげてもいいと思いますが、それ以外では子供は叱らないでください。ずっと可愛いね可愛いねって育てられたのに急に叱られたり、していくとやっぱり子供はギュッてシュンってなっちゃいます。はい、子供の自己肯定感だったりとかセルフイメージっていうものを下げるのは親だったりとか教師だったりとか周りの大人たちです。子供は叱らない、叱らずに育てましょうっていうところですね。うちはそんな方針でやっていこうと思ってます。はい、3番、食べるときはスプーン。食べるときはスプーンで、まあ簡単そうだしいいな、スプーンはやっぱり便利だしっていう方は丸、そうじゃないよって思う方は×ですね。流れを見てください。×です、やっぱり。はい、食べるときは箸で食べてください。できるだけ、できれば2歳ぐらいからスタートしてみるのもいいかもしれません。少なくとも4歳ぐらいまでは箸で、食事を取れるようにしていくのが理想的です。これは脳機能の問題にすごく関わります。箸って結構難しいですよね。箸って難しいです。こういった状況でしっかりつまんでいくこと、これって意外と空間認識能力だったりとかこの指の力の使い方、動かし方っていうところですごく脳にですねいい影響を及ぼします。箸を、しっかり使わせるってことが発達障害を防ぐためにとってもいい、方法になっていきますので、しっかり箸を使わせてあげてください。そしてしっかり箸を使わせてくれるような保育園だったりとか幼稚園っていうところを選ぶこと、これもとっても重要になります。保育園を選ぶ、決め手の一つとして覚えておいてください。箸をちゃんと使わせてくれるところかどうかっていうところですね。ずっとスプーンだったりとかフォークばっかり使ってるような保育園幼稚園っていうのはあんまりですね、勉強してないのかなと思います。私は入れません、そんな保育園には。はい、っていうところですね。4番目、野菜ジュースですね。子供あんまり野菜嫌いだからやっぱり野菜ジュースとかを取っておいて、飲ませることで、バランスを取っていこう。野菜ジュースがあれば野菜1日分のビタミンミネラルを補えるから、野菜ジュースを飲まして少しでも野菜を取ってもらいたいなっていう方は丸、野菜ジュースなんかダメだよっていう方は×ですね。はい、空気読んでくださいね。×です。野菜ジュースは砂糖の塊だと思ってください。砂糖の塊だと思ってください。100% オレンジジュースとかなら OK と思うママとかも多いと思いますが、あれも結局砂糖ばっかり入ってます。めちゃめちゃ入ってます、砂糖。
パッケージを見てみてください。パッケージの中で、炭水化物、とか糖質って書かれているものがあります。あれはほとんど砂糖です。はい、砂糖を摂りすぎてしまう と子供の血糖値だったりとか、急に上がったり急に下がったりしますので、イライラしやすかったり集中が、なかなかできないような子が育っちゃいます。砂糖の摂りすぎというのは本当に気をつけてください。野菜ジュースもダメです。もちろんジュースもできるだけ少なく、あの味を覚えさせてしまうと子供の味覚っていうのが崩れてしまって、すごくですね、味の濃いものばっかりを好むような子供に育ってしまいますから、本当に注意していただけるかと思います。はい、クイズ、適当に4問ぐらい作ってみましたが、いかがだったでしょうか。あなたもこれに丸がつくような形ならちょっと考えないと、いろんなリスクになります。いろいろなリスクというと、そうですね、病気になりやすい子供になってしまったり、味覚が崩壊してしまったりとか、イライラ集中がなかなか続かないような子供になってしまったり、PTSD、LD、いろんな発達障害って言われるものがつきまと、そういった後からも出てきますからね、発達障害って生まれつきだけではないですから、後天的な環境によって発達障害というものも起こり得ますので、そこはすごく注意してくださいっていうところでした。はい、またわからないこと、気になることあればご質問ください。コメント欄でお答えしていきますし、ダイアットの方からでも、お答えできますのでお願いいたします。では今日は以上です。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。